皆さんどうもこんにちは、プラキチです。はい、ちゅうことでね、今日はね、何を起こすのかちゅうと、はい、 SD ガンダム G0 からガンダムマークフォースね。うん、この G0 っていうね、G ジェネレーション0っていうね、ゲームオリジナルの、機体です。はい、ぶっちゃけね、これ初めて見たときね、気持ち悪いと思った。うん、気持ち悪いって、まあ当時はね、あんまりね、尖ったガンダムデザインじゃなくて、はい、2000年当時ね、まだ G ガンダムがいろいろ言われてた頃だから、うん。まあ、あと3A ガンダムとかね、うん。当時としては2000年、ま、本当に2000年ね、うん。2000年当時は、まだ G ガンとか単 A とかがね、まだやいのやいの言われてる時代だったんで、こういうなんか、デザインに対してまあ寛容じゃなかった。うん、まあ、ぶっちゃけ俺も友達もね、わ、気持ち悪いって言ってたんでね。何この気持ち悪いのって、なんとなくホモっぽいんだよ。ホモっぽいの。うん。で、まあ、気持ち悪いこの機体は何なのかっていうと、まあ、今でこそ、ああ、でもどうだろう、今もかっこいいとは思わないかな。なんか、当時も今もパッと見は気持ち悪いって、気色悪いってなんか、なりましたね。なんででしょうね。うん。まだデビルガンダムの方がいいかな。うん。なんかこれ気持ち悪いなって、当時思っちゃった。はい。で、このね、ガンダムマーク4、何それマーク4って言うかもしれないけど、これね、ガンダムマーク2から、なんだろう。これ、結局最後、これ、ドーベルフになるんだよね、これね。うん。まあ、結果を言うとね。うん。だもんで、ガンダムマーク2からドーベルフに移行するまでの過程の、機体ですね。はい。まあ、そんな感じです。合ってるよね。うん。これ。当時価格400円なんだけど。マジでね、当時これ見たとき衝撃だった、悪い意味で。気持ち悪いなぁと思ってね。なんでこんな気持ち悪いんだろうと思って。うん。インコムがあるんだよね、これね。まあ、今だことこんなデザインなんでもないよね。うん。当時はまだダメだったんだ、まあ、2000年だから。うん。何で見るか。うん。これね、結構ぎっしり詰まってるの、400円だから。400円だからぎっしり詰まってます。はい。うん。色プラで。リード線巻いてますね、インコムの。シール巻いてて。今これ400円じゃ出せねえだろうな、これ。はい。というわけで、ね、向こうにマーク2とドーベンエルフがいますけど。はい。まあ、つまりはね、マーク2、ドーベンエルフがいいんじゃん。まあ、この辺にいるんですよ。存在的には真ん中に。真ん中だ、こっちか。うん、この辺。うん。こんな感じの、まあ、系譜ですか。うん。いや、見せるものが少ねえよ、これ。だって。一袋だもん。こんな感じで、この辺がドーベルフっぽいでしょ。わかる？この辺。一緒なんだよ、ほら。ほら、ほら。この辺。金目してるけど。これ、この腰の部分が、一緒なんだよ、ほら。ほらほらほら。ほら、ね。だドーベルフの系譜というか、ドーベルフになるための、途中過程、みたいな、感じですね。はい。まあ、説明書を見るとより分かりやすいんだけど、これ頑張ってるな、これ4色だもんな。いや、5色 ?4 色か。4色だけ頑張ってるね。うん。ガンダムマーク4。うん。見てこれ。マーク2からマーク3。なんでマーク3がゼータとかなんだと思わなかった、当時。で、そっからマーク4やるわけだ。マーク2、マーク3、マーク4、むちゃくちゃ。で、最後、このガンダム、マーク5っていうさ、プレ版で出なかったっけ、これ。ほとんどドーベンウルフなの。うん。おかしいよね、マーク2からドーベンウルフになるって。てか、おかしいよね。マーク3がほぼマーク3でゼータなのね。顔が。これやばいよね、この、むちゃくちゃやりたいことやってるよね、ほんとにね。うん。ああ、これはチタンズの機体だったんだ、これ。チタンズ。うん。あ、そうなんだ。チタンズの機体らしいですね、これ。はい。チタンズの開発した機体はなんで最後ドーベンウルフなんだって話だけどね。うん。ちょっとわかんねえ。まあ、ゲームいい加減だからね、これね、設定が。うん、
もうなんか全部さ把握してる人いる？なんかあのゲームの記載含めてもう全部俺把握してるぜって人いる？この1日1体新型モビルスーツが作られてでっち上げられてんじゃねえかっていうこの今日に全部把握してる人いる？漫画とかゲームとか。うん、俺はねもう追い切れてませんね。もう諦めましたね。もうどうでもいいし、うん、うん、そんな感じだね。ガンダムマーカーの宣伝が入ってますね。うん、まあガンダムマーカー色数少ねえからほんとあれだね、難しいよね、ここまで色がないのを塗るのはね。というわけでね、皆さんこれね面白い機体なんでね、まあぜひ買ってみてくださいよ。うん、あ、売ってねえか、ごめん、売ってねえわ。はい、いつになったら買えるようになるんで、ガンプラマジでね、ほんとムカつくわ。はい。